はい、皆さんこんにちは、あっちでございます。さあ、新鮮ね。ちょっと今せっかくね、もう平和になったんで、とりあえずは、どんどん変えていきましょう。なのでちょっとめんどくさい人をですね、添付じゃない、整理しましょう。ごめんなさい、こっちでね、軍団状況で。方針としては、支援はいらないね、今んとこね。委任でお願いしましょう。で、武将編成ですね。で、私のとこで、上司になってる、いらない人一度、移動させちゃいましょう。元近さん、侍大将だから外しましょう。侍大将で城主とか、もう武将で城主になってる人はみんな吹っ飛ばしましょう。こういう、これは漁師だからいいよね。いないかな。城主はもうこれだけか。これすることでみんな吹っ飛ぶかな。こうなって、侍大将で城主の人、職名でそうとしてるんで、私これを過労で問題ないやね。で、いっぺんに吹っ飛ばしましょう。はい。で、これで多分下がんないと思うんですよ。すねたマークとか出てこないんで。で、こっから地高で散々、できていないところ。今移動させた方はちょっとしばらく置いときましょう。で、そうだ、先代官やらないといけないね。これで身分ね、これをなるべく組頭の人、ライレンさん来た。はい、いやー、もうどんどんね、信近さん向こうにやらなかった、私あら、親父の方か、四国の優の方か。で、どんどんこれでね、していかないと、どんどんね、整頓していって、うまい具合に、やっていきましょう。はい、で、これでとりあえず終わりと。で、次、城主を決めないといけないので、城主がいないとこ、ここはちょっとあれなんですけど、鬼島津持っていきたいなぁ。でも宿老で側近、忠門さんか。で、ジョーンさん下につけたらね、大喜びしそうな気がするんですけど、ちなみにこの人事で、赤くなった人いますか？いたら影響を受けるってことだね。いたわ下がんのか。いや、これ普通に赤くなった気もするんだけど。為信さん、ちょっと赤くなっちゃったね。元近さんが、そうだ、元近さん、加山さんのとこぶっ込んだんだよね。でも、元近さんもともと馬合わないからね。この人赤くなってないから多分問題ないって勝手に思い込んでるんですけど、そうやっていきましょうね。じゃあね、ここにはやっぱり余ってる宿老かな。ここあんまりいい土地じゃないので、はい、任してくだされと。もうすでに決まってんだ、これ埋まってんだ。ジョーンさんぶっ込もうかなと思ったんですけどね。で、あと決まってないところ、ここだね。ここ首決まってんのか。この人過労なの。高森さん過労か。ここら辺できればね、島津で固めたいなと思ってんですけど、ジョーンさんは後だね。もうこれこそ添付でやらないといけないのか。となると、まず、地高で、地高じゃない、天風だ。
うん、添付しないといけないね。うん、ここにね、やっぱここに鬼島津入れたい。鬼どこ行った？ああ、鬼島津行った。赤田城ね。こうしたいですね。で、うん。この人たちね、能力大したことないんで、もうこっちに入れていきましょうか。まあ、この人は統率も高いから置いとこうか。あ、でも統率高い人置いてた方がいいんだよね。あの、いろんな意味で。ね、統率高いと、作業、工事とかか、が早く終わらせるんでね。いいんですよね。やっぱりこれちょっと低いもんね。つけとくか。ね、もうこの人それだけで十分だから。はい。で、次。ここに島津入れて、あ、こっちか。もう四国はね、うちの兄弟で固めよう。移動ね。で、今度は、薄木と、ね、いいもんね、この夫人ね。この人頭いいし。あ、違うわ、これ入れ替えた後の話だ。ごめんなさい。頭いい人いて、あ、いい人いるわ。とりあえずこれでいくか。あ、でもこの人もったいな。この人いるよ。いやいや、絶対この人入れてた方がいい。あ、さくらさんもいいよね。この人、あれだからね。すぐあれしようとするからね。暗殺暗殺じゃないけど。武将を怪我させようとするんでね。直接襲って。襲撃か。こっちもいいんだよね。あ、でも政務の長けてる人がいないんだ。ああ、志賀さんあたり入れてる方がいいのかな。朝倉さんもったいないけどね。そうだね。ありがたき幸せ。で、ここトッシーだね。いや、この人もいいんだけどね。忠長さんもね。トッシー、トッシー、どこだ？あ、いた、いた。これで、合わないとさんいいね。ああ、ソウさんもいいわ。あ、でもここ、ここトッシーがいるからね。あ、違うわ、逆だ。こうだね。こうだね。いや、でもあれかな？もう、内藤さん、トッシーが、ああ、でも武力ぐらいか。武勇か。まあそこまでね、あんまりこだわらなくていいかなと思うんですけど、まあね、田中さんも場所的に応援に来てもらう可能性あるんで、とりあえずこうしましょうか。感謝いたす。で、あと一人、あ、違う、もうこれで4人か。そうだね、4人だね。あと誰？ああ、いい人だ、この人も。川上さんね。あ、新郎さん忘れてた。新郎さん、黒瀬城に持っていこうか。あ、いや、都市になっちゃったね。で、移動で、ちょっといい人でね、固めたいと。あ、まあ、こんなもんでいいかな。あ、土持さん。あ、統率高いけど、武力は低いんだね。こっちも、百武さんだっけ。まあまあ、これでいくか。あとは、こっちから持ってった方がいい人は、あとこっちとかどうなんだろうね。とりあえずこれで固めましょう。で、確かあれだよね。こっちの武将、職名で相当して、総林さん、侍大将なんだね。
タミノブさんどうしよっか。侍大将で上司になってっからね、そのまま上司にしとかないとうるさいからね。秋月さんは領主か。まあとりあえずいいか。で任命でいっぺんチコって当てたらなかなかねもうできないので、はい、鬼島津のとこ、ね、ああジョーンさんか。いやジョーンさんはね、トッシーのとこにしよう。で、次、あ、一万田さんか。いい人ばっかだな。あ、でも鍋島さんもいるわ。うん、ぜひ私めにと。で、こっちは、やることが多そうだな、あっちですなと。ああ、いや、行ってもらいましょう。ちょっとね、途中奪われちゃったので、あれ下がっていくかもわかんないけどね、中世とかね。でもこれで全部上がっていくと思うんで、江上さん、まあ統率順に相当しちゃってんで、あまり上から持っていっちゃうとね、あの困ることになっちゃうんで。あら、こっち城代、城代じゃないや、あらあらららら、あ、江上さん過労じゃない。いや、ちょっと低いけど、そうか、そうだね、元山城いなかったのか、連れてこれる人いないかい。あ、川上さんいいよね。仕方がない。ここはとりあえず過労当てないといけないですよね。ああ、タワラにしようかね。中精度上がってくれるからね。でここで入れ替えましょうか。天風でね、もう忘れないうちに移動ね。川上さんと入れ替えちゃった方がいい気がします。川上さんいい人でしょ。そうだね。で、あ、大内さんもいいな。頭いい人欲しいね。松浦さん、はい。あ、でもこれと政務もそこそこあるから、血が下がったのね。血68。まあこれでいいでしょう。はい。で、さあ引き継いでチコをやっていきましょう。鬼島津のとこ、これ最強だな。いかなとちとって陶器のためであると、これと上がるでしょ、中世度。上がったね。いい組み合わせな気もしますけど。で、伊藤さん、あ、集落の掌握はと、はい、お願いします。ね、あの武将ぐらいになってくると中世度ガーンと上がってくれるんで、側近から領地ね上げちゃうと。志賀さん、うわいいわこの人。上がってほしいね。上がった。で、あー、イラさんな、あ、下がらこれ下がらだっけいつも困るんですけどね。もともと大名でしたっけね。薩摩のすぐ上のね、人吉城でしたっけ、どっかにいるんですよね。気のせいかもしれないんですが、この人ね、軍団長にしたら結構ね、いっぱい支援してくれた記憶があるんで。当家のため、頑張ってください。で、次はこっちだね。戦にはやつ、陶器地になれば、あ、極高増強中か。おお、なっちゃった。あ、もう時間来ちゃったんですね。あ、そうだ。豊久さん、まだ侍大将か。入れとこうかな。というわけで、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。